西岡一茂は、日本の著作家、東京都出身、法選学園高等学校卒業、生徒会長を務め、生徒規約の作成に携わった。高校3年生時の偏差値が35だったが、オリジナルの勉強法を駆使し、二郎の末、東京大学文科通類に合格、経済学部に在学中、東京大学進学後は、家庭教師としても活動するほか、 現役東大生作家として多数の著作を執筆。中でも自身の読書法をまとめた東大読書はシリーズ累計30万部を売り上げるベストセラーとなった。東京大学では書評誌、広場の編集長を務めている。2018年より漫画ドラゴン桜2に情報提供する東大生団体東龍門のリーダーを務め高校生に勉強法を教える。 リアルドラゴンザクラプロジェクトも行うなど総合プロデューサーとしてコンテンツ監修に携わっており2019年5月にリリースされたドラゴンザクラと学ぶ学習メディアスタディーゼットでも編集長を務めている2020年3月には新型コロナ禍で休校中の学生に向けた YouTube チャンネルスマホ学園を開設した2020年6月に自身が 代表取締役社長を務める株式会社カルペディエムを設立。ありがとうございます。